い、皆さんこんにちは、アシロです。よろしくお願いします。ってことでですね、今19時なんですけれども、まあ3時間前に発表されましたシャア・アズナブル&ササビー、こちらのクエストがデータ入りました。まあ、まだかまだかと、シードを見ながらね、ひたすらタイトルに戻ってギミックが更新されないかっていうのを待ち続け、ようやくギミック情報入りました。貼っててよかった。前日パターンも結構あるんですけど、もう2日後に降臨なんで、まあもう今日入るんじゃないかということでひたすら更新したんだけど、もう、ね、出てすぐこれ撮っております。なんでね、まあね、実際に自分のキャラは見てないんですけれども、まあ、ある程度ざっと見たぐらいなんでね、ギミックいきます。シャア・アズナブル&ササビー、ブロック原則壁の貫通がいけませんよと。まあ基本反射優遇のクエストってことだね。でゼロコンティニュー専用ステージで、まあ、属性効果アップって書いてあるんですけど、これが多分 1.5 倍とかなので、まあ属性効果超絶アップとかじゃない限り、まあ他属性は結構いけたりするかな。うん。で加えて今回ハードなしステージの受けたダメージに応じて攻撃力がアップ、一部の敵は弱点効果アップというふうに書いてあるので、まあダメージを受ければ受けるほど攻撃力が上がっていくパターンですよね。うん。これどういうのかって言ったらビーラとかでダメージウォール、あとは地雷、あとダメージスモックとかかな、あとニードルパネル、この辺でダメージを受けてから、敵を攻撃していくってものなんですけど、ダメ音地雷が、そのダメージ要因になってるんであればギミック表記に出てるはずなのでそれはない。なのでまあ3択ぐらいかな。ニードルパネルががっつり出てきて、それを踏みながらダメージを受ける、でその後にシャアを攻撃していく、このパターン。もう一個のパターンはダメージスモックっていうね、カタストロフィーとかで出てくるギミックなんですけれども、モヤモヤしたね、黒いモヤがあって、それに触れるとダメージを受けるっていうギミックなんだよね。でそれをわざと食らって、受けた ダメージに応じて攻撃ロックアップっていうところのダメージを上げていくパターンで、もう一個敵が反撃モードに入るパターンですね。敵が反撃モードに入って、その反撃に対してボーンと大体相手がレーザーとか打ってきたりする、そのレーザーをわざと食らって、そのターン食らった分でダメージを与えていくみたいな感じですね。そのどれかがね基本的に来ると思ってるんですよ。なので、まあ、このギミックが出てる時点でちょっと不遇なのが、まあ、バリア持ちとか自分の非ダメージを軽減しちゃうようなアビリティを持ってるとか、このあたりが少し、このクエストに対して苦手な、クエストになってきたりするわけですね。なんでそういうところも意識しながらちょっと見ていこうかなと思います。でハードなしステージなんだけど、ハートがないってだけでおそらくヒーリングオール、もしくはヒーリングパネル、もしくは、何かギミックをドクロとか発動させて敵がハートを投げてきてくれるか、どれかの回復要素は基本的にあると思いますので、まあ、回復のなんか要素が絶対に必要なのかっていうわけでもないと思うんだよね。はい、なんでその辺を見ながら見ていこうか。まずブロック原則だろ、ブロック原則の反射ね、一撃相当するか。ブロック原則反射、敵が火属性なので今回は木を省きます。でこれじゃあまず水から見ていくね。有利属性なんで、じゃあ水属性どうなるかっていうと、こんだけしかいませんと。で現状でこの中にアルファが2体入っているんで、左2体に関しては、現状だと手に入れることができないキャラになってますね。でね、それが強そうなんですよ。アリババアルファ、まあ、地雷 M に持ってて、ブロック、まあ、地雷関係ないですけど、で、アンチ原則壁持ってて、このスピードとパワーがアップ&触れた味方の数に応じてパワーがアップする、これの倍率がマジでぶっ飛んでるんですよね、こいつって。うん。だから当時からコモナイドにハマったらやばそうだよねとは言われてて、でなんだっけ、アジターとかなんかで一回めちゃくちゃ強かったんだっけな。うん。それでうわやっぱこいつの SS フルマックスの倍率出るとやばいねみたいな。それでかつこれにあれでしょ、食らえば食らうほどってのが乗ってきちゃったりしたら、まあほぼ間違いなくこの SS 使った時はそのマップのボスはいなくなるレベルに強いと思うんだよね。なんだけど今回はこれ手に入れらんないんで、まあ強いと思うけど一回置いとこう。で、ヤマトアルファ、ヤマトアルファに関してはさすがにそんなに強くないと思いますね。うん、超減速でもないし、超ウィンドで加速、今回ウィンドが出ないんでないと思いますし、スピードとパワーがアップする&触れた友情コンボのね、なんか友情コンボ発動する分身出すんだけど、まあ、分身も正直食らえば食らうほどダメージアップってところで友情が通るステージってあんまりないので、多分ヤマトアルファはねはまんないと思うんで大丈夫だと思います。はい、じゃあ次マスターコーブ。はい、マスターコーブね、こいつ今のモンスト界のネタキャラのトップ3に入るような、キャラなんでございますけれども、まあ、ずっとハマるハマる言われていて一生ハマってこなかったワンワンですね。うん、これもねネタキャラ扱いされてて、まあある程度ねこの追撃とかはやってくれると思うんですけど、優先して使うかって言われると優先して使わないだろうなって感じのキャラですね。まあ超バランスいったりしたらギリ適正に入ってくるかな。で今回注目点1、ここ
室ヶ谷藤四郎バケモンでございます。はい、もうねこのクエストにめちゃくちゃ合ってますね。めちゃくちゃ合ってる、超バランスまず解放できる。うん、まあ、今回属性倍率アップなだけなんでそこまで大きい恩恵はないんですけど、まあ、あるに越したことはない超バランス、しかも、重心化解でございますので、もともとね超バランスになってるんで解放の必要もないと。まあ、これもねコラボなんで今手に入らないんですけど、何がやばいって、まあ、まずブロック原則両方対応しててドレインだね。ドレインがやばいんですよ。このね受ければ受けるほどダメージがアップのクエストのドレインってガチのぶっ壊れアビリティになってて、で今回ハートなしだからどういう風にやんなきゃいけないかっていうと、例えばニードルとかダメージスモークとかでダメージを受けるでしょ。で受けた後に回復もしながら敵を攻撃する。じゃないとダメージ受ければ受けるほど攻撃力上がるって言っても受けすぎたら自分死んじゃうんで、一回ダメージを受けて、その間に回復もしながら攻撃していくっていうのが必要になってくるんだよ。だから複雑なコースを取られたりとか、 あまりにもヒットポイントが低いと攻めれなかったりするんですよね。食らいすぎちゃダメだから。でもねドレインは違うんですよ。食らえば食らうほど攻撃力上がるじゃん。でその攻撃力が上がった状態で敵を殴るとその敵いっぱいダメージ受けるじゃないですか。ってなるとドレインの回復量もどんどん上がっていくんですよね。なんでこいつは今回マジでやばい気がする。うん、超強い気がしますね。ただ1個だけ、こいつ弱点になる可能性がありまして SS ですね。ストライクショットがこれ遅延の効果があるんですよ、追撃で。うん、でこの遅延の効果を入れちゃったらいけないっていうステージになってる可能性が少しあって、これはどういうパターンかっていうと、例えばダメージスモックを出す敵がボスだったりとか、あとはあのニードルパネルの切り替え、まあ、ニードルパネルだったら大丈夫かな、敵が反撃モードに入ってその反撃を食らって攻撃してくださいよってところを遅延しちゃったりするとダメージスモックを出してくれないとか、あとは反撃モードに入ってくれなくなっちゃってこっちがダメージを受けれなくなっちゃうとか、そういうのがねたまにあったりするんで遅延だけちょっと気をつけた方がいいかもしれないですけど、ただまあそれを持ってたとしても、うん、それを考えてもめちゃくちゃ強い気するね。室ヶ谷またか。室ヶ谷藤四郎はねもう生まれてからずっと強いね。うん、ずっと強い。もう重心化の時から強かったもん。で重心化返して天魔ハマるわ、他の超究極ハマるわ、うん、で今回はもしかしたら強いかもしれないわ、でもう止まる感じがしないので、室ヶ谷もうやばいよねめちゃくちゃ息長いっすよね。なんでここで室ヶ谷また来るんってなったもん、うん、また室ヶ谷がワンチャンハマるかもしれないっていうところだから持ってる人は警戒した方がいいね。はい、そして千早でございます。千早これはもう言うまでもないっすね。うん、神殿では友情コンボが強いってなってますけど、こいつ冷静に紐解いていくとぶっ壊れキャラでございます。はい、おそらく足封じ M が刺さってくるってことはないんですけど、超減速で加速して左側にいたら全員2倍バカなことしか言ってない。うん、バカなことしか言ってません。で、SS もねかなり壊れております。触れた敵をスピードアップ状態にするっていうのがね、まあさっき言った通りダメージ受ける回復しながら敵を攻撃するとか、あとはニードルパネルを踏むっていうねクエストだったらニードルパネルをいっぱい踏みたいんだよね。その時にスピードが低いやつやってると踏んでる間に敵攻撃できなくなっちゃったりするんだけど、こいつの SS が噛み合った時こうねニードルパネルをやってやべスピードギリギリだって言って敵触れたらそっからまた加速して殴れるようになるみたいなね、うん、加速の要素もねすごい大事になる可能性が高いんで、まあ千早は、これちょっとちゃんと見といてあげた方がいいですね。うん、水属性だったら室ヶ谷藤四郎と千早、この2体は要注目キャラになってる。でアリババアルファ持ってる人は、まあ、フィニッシャーとして1本採用するっていうのも考えておいてあげていいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ一応貫通も見てみようか。貫通、はい、貫通ねこれね結構ワンチャンあると思ってて、この左側2体は気にしないでほしいんですけど、こいつですね、はい、レムある、ワンチャンある。あのね食らえば食らうほど系のやつでボス確定の SS を持ってるやつってマジ恐ろしいんですよ。どういう風に使うかっていうと、反射が優遇されてるって言っても多分価値が出てきたり、反射制限、まあ、貫通制限の扱いになってる雑魚がちょっと出てくるとかぐらいだと思うんだよね。ボス自体が貫通ダメですよみたいになることはあんまりないので、多分それはないとしたらやばいっす。マジでやばい。あの何がやばいかって、ニードルパネルが仮にあったとしましょう、横貫するだけ、そこで横貫するんですよ。そうするとニードル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 って死ぬほどダメージ受けれるじゃないですか。でそのダメージ受けまくって死ぬほど攻撃力上がった状態でボス格の SS が発動するんですよ。でこいつゲージ飛ばし SS なんでレムでワンパンみたいな、いやーあると思うね、ワンチャンあると思う。レムは
これはねあり得る。またレムってなるかもしんないけど、マジでありますね。まあ、今回ギミック対応してるのがレムってだけで、まあ、減速ブロックってところでね、まあ、ギミック対応してなくても結局ダメージさえ受けれればあのワンパン系の SS っていうのは刺さる可能性があるんで、まあ、そこは、いけそうなやつっていうのは水属性だったら特に、考えといていいかもしれないですね。でも中でも今回ちょっとレムが怪しいってところでね、はいってのが、あれで、こっからは俺あんま見てないんだけどちょっとやべえの見つけちゃったんだよね。はい、じゃあ水以外見ていきましょう。キラヤマトじゃないんかいっていう。はい、じゃあ今私がいっぱい話していたことを全ておさらいするんですけれども、やばいこと言ってるよね。うん、これ結構やばいこと言ってるんですよ。さっき室谷投資論の時にあのダメージ受けるクエストって回復大事だよって言ったの覚えてると思うんですけど、ドレイン M なんですよ。うん、でほっといてもリジェネでも回復するんですよ。だからダメージ受ければ受けるほど、まあ、アムロが痛ければ痛いほど、殴られれば殴られるほど殴り返せるっていうね。で相手殴ってればドレイン M で回復するっていう、まあ、強いて弱点を言うんであればそのダメージを受けまくんないと攻撃力が上がらないので、パワーオーラを使うっていうのが少し難しくなるかもしれないね。パワーオーラ結局ヒットポイント 80% 切っちゃったらあのこの攻撃力 1.5 倍の恩恵が受けれなくなっちゃうので、まあでもドレイン M で回復してる間に急にパワーオーラ発動してみたいなのもありえるけどね。でこれ最初に触れた時にオールレンジ攻撃じゃないですか。これよ、これもボス触れた後にニードル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 っつって最後追撃なんてしてみーよ。多分恐ろしいダメージ出んじゃないかなって思ってるんで、多分アムロいるかいないかで相当変わるクエストなんじゃないかな。まあでもこのアビリティの合い具合とかこのダメージ系のクエストに対して あの特化したアビリティ持ちすぎてるんで、さすがに今回アムロ接待だと思う。これはアムロ接待でしょ。アムロレイ&ニューガンダム、ここを接待してくるかってのは思いましたね。久しぶりじゃないかな、その属性違いのところを接待してくるっていうのは。多分ちょっともしかしたらあったかもしれないけど、まあ普通に考えたらキラヤマト来たかってなるかもしれないけど、アムロスかってなったね。アムロか、まあびっくりした。アムロレイ全然あると思いますね。はい、マジであると思う。アムロは、ここはあるね。減速ブロックは考えましたね。これでニュートンアルファも弾けるしね。まあ、ニュートンアルファハマっちゃったらあいつ属性違いといえど暴走すると思うんで、まあ、ニュートンアルファは弾きたかったのかな。はい、じゃあまあ他のところでちゃんと見ていくと、まあ直近で言うと、まあ、アミダはね、この携帯でね、もう失っちゃったからね、今の あのアミダにはね。はい、ここだね。はい、空城城太郎、ここはあると思いますね。はい、ブロック原則、どちらも持ってるしっかり反射タイプになってまして、まあ、このスタープラチナで攻撃ってところで、まあ、そのダメージを受けてからっていうので発動すれば、まあ、ぼちぼちダメージは出してくれるんじゃないかなと思います。だからこれだったら今回弱点倍率が上がってるんで、さすがにレムとかには勝てないかもしれないですけど、まあ、ジョータローも使い方次第では跳ねる可能性がちょっとあるかなと思ってますね。で特に全属性キラーなんで、今回相手が火だとしてもこいつは 1.5 倍出し続けることができるから、まあ、なかなか強いかもしれない。ただあの室外投資の時も言ったけど、こいつも敵の攻撃ターンを遅延させる、はい、この効果があるので、もし反撃だったりしたり、まあ、メインとなってくる使いたいダメージギミックを相手が展開してくるってなったら、遅延のところは気をつけなきゃいけないかなっていうところだね。はい、まあ、他のところで言うと、まあそんなにこれって紹介するところはいないかな。まあ、パワーとかもね、一応ね、これ停止後に最初に触れた敵にハンマーで攻撃とかも持ってたりするんで、まあ、レーザーバリア次第にはなってくるけどね。レーザーバリアとかがあったら、まあ、ぼちぼちダメージは出せるんじゃないかなと思いますね。まあ、強みである超アンダメとかが発動できないから、まあ、どうかなとも思うけど、普通にダメージ受けてそのレーザーバリアが張ってたら、レーザーバリアキラー 1.5 倍でかつダメージ受けてるんで底力も発動しやすいですよね。で底力も 1.5 倍って乗ってきてからの、SS 追撃みたいな感じで、ワンチャンパワーもあるんじゃないかなと。まあ、パワーもね、あれからもうほぼ使ってないんで、出てきてからね。なんでここで接待受けるっていうのは逆に嬉しいですけどね。来てくれたらね。さすがにホムホムとかはなさそうだな。遅延とかで、まあ、強みはあったりするんですけど、状態異常ががっつり出てくるってイメージもないから、やっぱこっちダメージをね受けなきゃいけないっていう仕様なんで、そこに毒とかがあっちゃうとマジで難しくなっちゃうから、さすがにね状態異常はないと思うんだよな。あるとしたら10日とかなんだよな、ワンパンを防止するためにな。そういうのが出てきたらちょっと難しいかもしれないですけどこの辺もいけんのかな。一応全属性キラーのねブロック原則ですけど、ああね、あのああいうステージね、結構スピードが必要なイメージが強いんですよね。スピードやっぱりダメージを受けてから殴るみたいなのができるぐらいのスピードが欲しいんで、ちょっと難しい気しますけどね。
まあ、ならこっちの方が強そうですね。 SS で暴れ回ってみたいなのができるんでね。まあ今回1回勝ち切り系なんで、うん、周回系じゃないから、こういうので一発ドーンってやっちゃったらもう勝ちだからね、うん、こういうのにはいっぱいその電波貼っといた方がいいかもしれないですね。うん、あとはまあ純粋に自走倍率だったりとか、まあ、底力持ってるからって光属性キラーっていうのが使えなかったとしても、もしかしたら猛威振るうかもしれないよねっていうのがこの辺かな。うん、まあ弱点がね、倍率そもそも上がってるってのに対して、弱点ロスと弱点効果アップが取れるだけでイチゴめっちゃ強いと思うんで、まあでもそう考えるとさ、結構戦えそうなやついますよね。うん、ただ何がやばいって、結構あれなんよ、今回ね、期間限定が強そうなんですよね。もう今手に入らないみたいな。アムロはアムロで、まあ今でも弾けますけど、それ以外のところがね、ほぼ期間限定っていうね、恐ろしいことになってるからね。はい。じゃあまあここでの要注目キャラで言うと、まあ倍率アップのエビス、あとは、まあコナ戦かな？うん。コナミ先輩。うん。コナミ先輩はね、一応ね、ブロック原則両方持ってて、弱点キラー。今回弱点倍率も上がってますからね。そこに対して、まあどっかで、ね、これだったらいけますけどね。横にあってくれたら、この戦多分相当強いと思うんですけど、もう弱点が上下とかだったらもう一発アウトですね。多分さすがに使えないんじゃないかな。あれそうだよね。この戦横だよね。そうだよね。多分合ってると思うんで。なんで、そこ次第だね。弱点次第だね。まあでも貫通はね、初見から無理に入れていくって感じもしないんで、パワー高いやついますけどね、ジュズマル、アルスラーンとかもいっぱいいるんですけど、さすがに、ヨルさんとかね、ヨルさんとかもワンパンできそうな感じしてますけど、どうなんだろうね、その、被ダメージとかはそんな気にしなくていいと思うんだよね。こっちがダメージを受けてから攻撃するっていう過程を行ってる限り、相手の攻撃がめちゃくちゃ威力高いとかになっちゃうと、とんでもない難しさになるからね。まあもしかしたら、そっち側のとんでもない難しさになってるかもしんないけど、はい。まあでも、まあそんな感じでございますね。はい。じゃあ最後に、今回、やばいと思ったやつ、1位から3位までちょっと上げていこうかなと思います。1位、アムロレイ。間違いないだろうね。ここはもう間違いないと思う。うん。今回の接待。ですね、超究極が同じコラボ内に2個来て、ガチャゲンキャラが誰一人接待されないってことはおそらくないと思うので、まあさすがにアムロレイ&ニューガンダム、ここが絶対にハマるんじゃないかなと思ってますね。はい。それに加えて、他で紹介しておかなきゃいけないのは、こちらでございます。室谷藤四郎。うん、室谷藤四郎が今回めちゃくちゃ強い気がします。うん、まあドレインが正義っていうのがね、またさらに、強まるんじゃないかな。ただ今ちょっと話してて見ながらやってて思ったんだけど、これちょっと調教評価邪魔になるかもね。うん、こうなるとね、調教評価のせいでなんか別にまだ殴りたくないのにって時に評価飛んでちゃって反撃モード切れちゃってみたいなのももしかしたらあるかもしれないけど、まあ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 それをね、抑えてでも、強いところが、あるんじゃないかなと思ってますね。はい。じゃあまあ3番目で言うと、まあ2体かな、2体ちょっと紹介したい。1体目は、ちはや。間違いないと思いますね。もう、ちはやを避けるために、全部の敵が右側にいたら、もうそれは知らない。うん、それは知らないけど、まあ、一箇所でも左側に出てくるんであれば、まあ、なかなか活躍はしてくれるんじゃないかな。うん。ダメージを受けなきゃいけないっていう過程が、今回僕らには課されているんで、それがあるからにはね、やっぱスピードが必要になってくるシーン、すごい多いと思うんだよね。うん。で、他にね、結構ね、そのスピードに干渉するってやつがね、そこまで多くなくて、うん、でそこをがっつり干渉できるっていうね、このちはやをしたい。超減速で自分も加速できるし、味方に恩恵、まあ、2段階目 SS であれば味方にも恩恵が与えられるってことでね、この SS もあって、まあ、強いんじゃないかなと思ってます。で同率で言うとここだね。うん、ここはちょっと見張っといてもいいんじゃないかなと個人的に思ってますね。はい。まあ減速ブロックで、超減速も使いながら加速して、ダメージを受けまくって最後レムの SS でワンパンするみたいなのが、まあなんかもう開始30分後ぐらいにはもう Twitter とかでバズってそう。うん、もうレムいつもそうなん、あレムがいたかみたいな、後から気づく。アジタートの時もそうだったよね。みんなが結構難しい難しいって言ってたら、レムでワンパンできますみたいなのが後からあって、それが周回のね、メイン構成になってたりとか結構あったりするんで、まあレムがここでポンと出てきてもおかしくないと。アルファ出たのにな。うん、結局基本的に最初のレムかハマるのはね。だから降臨とかどうなんだろうね。あー、カイリか。まあ、カイリか。無理だな。カイリはね、無理です。カイリはマジで弱いんですよ、これ。SS だけね、バカみたいに強いんですよ。うん。SS はね、カイリめちゃくちゃ強いんですよね。で、これ面白いところが、カイリ覚えといた方がいいのが、これね、SS 確かカイリ複数積むとね、一生ループできた気がする。うん、半分にして半分にして半分にしてって、で毎ターンずつ打てるってわけじゃないけど、もうほとんど2週に1回ぐらい全部の乖離が打てる状況を確かずっとサイクルできるんじゃなかったかな。うん、だからね結構乖離強いっすねこれ。
で回復を持ってるしね、ちょっとありそうだけど難しいだろうな、仮にやるってなったらな。うん、まあ、この辺持ってりゃもうね言うことないんだけどね、いやーこれ強いだろうな、これはもうその高リンパでやるってなったらめちゃくちゃ強いと思いますね、無料体数はね。カイドウあんのかな、カイドウあったらおもろいっすねこれね。え雷鳴発見食らいまくって雷鳴発見、いやちょっとありそうだな。まあ早くちょっとやってみたいですね、やってみたらわかるんで。いやでもやだな、なんかシャアとササビーがカイドウにワンパンされてんのもな。まあでもこの辺はワンチャンハマってもおかしくないと思うね。だからこの辺とかも持ってんのかと思う、マジで無理だと思う、だから今回最高のパターンはこういう乖離とかこの始皇帝とかカイドウとかで道中自体は結構簡単で勝てるみたいな、でボス戦からは吐くほどむずいけどガチャゲンいればワンパンできるみたいなね、これがみんな幸せになれるパターンだね。まあ、あとはもうなんかいろいろカッパとか、あったりもするんでね、そういうところができればまあ比較的いろんな人が取れるんじゃないかなと思うけど、でも結構狭いね今回ね、やっぱり超究極ってだけあってね。まあ室ゲーだと思いますよ、さすがにハービセルの時の役もほどではないと思うけど、さすがにアムロ強いと思うから、アムロをね持ってないって人はその誰かねアムロ持ってる人と一緒にやるだったりとか、今のうち強いアムロをフレンドに出してくれる人とフレンドになっとくとか、まあ何かしらの対応はしといた方がいいんじゃないかなと思いました。はい、まあ僕もねまだねこのギミックが出てからほんと30分経ってない状況での、適正見てみた動画になってますので、もしねこれも強そうっていうのを気づいた方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄とかに寄せていただければなと思います。ということで、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。